は、さやぐさ心です。今日はゼクシオ10代目クラブの発表会にやってきました。どんなクラブが見れるか楽しみです。では行ってみましょう。まず今までこう活躍された契約プロですね。かなり有名な選手ばかりです。皆様お待たせいたしました。準備が整いましたので、これ初代ゼクシオとプレスの皆さん、よろしくお願いします。ゼクシオ9はでも倍1.5 倍ぐらい大きさが違います。これはなんかイラストですね。この中のこういうのも全然違うんですよ。 今時のはこういうヘッドの中らしいですよ。初代は何もない。でこのシャフトをね、半分に切ったやつもあって、こんな薄いもので私たちはドライバーを振ってるんだと思うと低いですね。もっと太いと思ってました。これね、ずらっと全部今までのモデルですよ。めっちゃ重そう。ヘッドが手のひらより小さい。だいぶ超シンプルですね。4代目から急にちょっと大きくなってきました。だけどまだ細いですね。お、結構丸みが出てきましたね。これ5代目、こっちにもこっちにも結構今に近いで、最後に今一番2016年に出たモデルはこれが一番大きいですね。ここについてる。で10代目ですね。10代目いきましょう。それでは10代目発表させていただきます。ゼクシオ10でございます。これが鳥の真空体験。トゥルーフォーカスインカットになってます。ゼクシオ10、今回のゼクシオ10、そのご期待にお応えするゼクシオらしいゼクシオということをお約束いたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。どういうかっていうと、やはり基本がぶれない、やっぱり優しくて、そして飛距離がいってくれて、そして打った時のこう奪還から来る音、その爽快感。おお、なんか全然かっこいいくなってますね。すごい、なんかこの辺の色がもうなんかさっき小さいの触ったからめっちゃ大きく感じる。顔と同じ大きさぐらいあります。もうだって手のひら比べても全然違う。なんかここの色が今までのモデルとちょっと違ってスタイリッシュになったイメージですね。でさっき話聞いてたところ、今回変わったところは重要ポイントが2つありまして、まずこうみんながボールを打つこの真ん中ですね、芯の部分で、まあこう狭く見えるじゃないですか。ここに当たったら飛ばないとか、ここに当たったらなんか変なとこ行くとか、なんと芯がかなりここしかまっすぐ当たんないんじゃないかっていうのが、多分これぐらい芯になってます。これは失敗しても飛んでくれるに違いないですね。でさらにこのシャフトに秘密があって、どっちかというとこうクラブに振られてスイングが乱れたりとか、その重心ばらつきが結構出ると思うんですよ、ゴルフ。そういう悩みをこのシャフトが解決してくれます。でその体のバランスが乱れないことで芯に集まるようにできています。今回のすごすごポイントはこの2つですね。あ、でも構えやすいかも。ドローボール打てそうな気がする。女性の方もたくさん見てると思うので、レディースモデルを紹介していきたいと思います。なんと私知らなかったんですけど、ゼクシオさんは女性モデル3つのシャフトの硬さがありました。
ALR ってあって L は必ずあるんですね。で L と A とか L と R っていうのが多いんですけど、なんと3つ ALR LAR、 これはね本当にいろんな女性ゴルファーに合ったクラブがあるんではないかと思います。はい、で私は割と A と R のミックスなんですけど、レディースクラブ今でも使ってるので。でまたその A と L と R によってロフトも結構違ったので、結構本当に自分に合ったクラブを選びやすいなという印象があります。で今回ゼクシオといえばこの青いクラブですね。このイメージが強いんですが、今回この赤の色が出ました。ボルドーですね、ボルドーが出ました。結構これは皆さん嬉しいんじゃないですかね。なんかやっぱり女子は可愛いとか、その女っぽいって女性らしいのは好きなので、こういう色も選べるのも女性クラブのいいところですね。はい、以上女性クラブの紹介でした。ゼクシオ10、12月9日発売になります。私もこのクラブでラウンド動画撮ってみたいなと思っています。11月の3日から試打会などもやってますので、ぜひ皆さん気になる方はうちに行ってみてください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。